5月20日で金曜日でね、パタカラの TikTok 上げるわ金曜日って何日か前に言って、今日いやもうほんまやろう思ってね、ちょっといろいろ動いてるプロジェクトの一個やし、変なおっさんがずっとパタカラを歌ってるっていう TikTok がいっぱい上がってたらおもろいと思って言われてやってるけど、ちょっと心折れてね、まあよし今日やろう思ってやり出すまでに2時間かかったわ。なんか勝手にログアウトされてて、ログインのやり方わからんで腹立つな。でログインした思ったら新しいの作ってて、ちゃうちゃうってそれ消すんも時間かかって、で頑張って3曲ぐらい入れたけど、なんか見たらもう一つやわ、あげんとこかな。今日はもうそれ一生懸命やったから、この YouTube もあげんとこうと思ったんやけど、言い訳しとかなと思って、どうしよう。でもこれ今ええわ、ちょっと今日夜お酒飲んで酔うたらあげるわ。いい気分で酔えへんかったら、正気が残ってたらやめとくわ。だからあげたら、あ、弱はってんなーって思っといて、弱はってんな、弱いなーって思って、いつからこんな大人になったんだろう。子供の頃はみんな希望がいっぱいなのに、願おう眺める柔らかな表情が羨ましい。一人で育てることを選んだ君には乾杯だ。ちょっと泣いた、それが何なんだ。この子は笑ってるんだから、ほらいつもの笑顔だ。もしかしたら君のこの子がそのうち偉大な科学者になるかもね。そして憎み合うことからも、争い事からも、僕たちを救うかもだよ。もしかして、もしかしたらって笑った。くじけそうな君のことが愛しくて、自信満々で育ててみなさい。それが君だって思うんだ。ああにかむ笑顔だ。もしかしたら君のこの子がそのうち有名な音楽家になるかもね。そして悩める人たちを、泣いてる人たちを癒すメロディ歌うかも。もしかして、もしかしたら、いつの日にか君のこの子も大人になって素敵な恋をするんだよ。そして愛情いっぱいの家庭を作るだろう。君に教えられた通りに、それでいいね、それがいい。手を洗った。